噂によりますれば、丹下左源なる者、相馬公の家臣と称し、かつまた本命によって関孫六の名刀剣雲建立を手に入れん者と共謀し、果ては市中を徘徊して辻斬りを働き、ご府内の不安恐怖この上なく、これを逮捕いたしまするにも、仮にも相馬公ご家臣とあれば、それ相当の手順を踏まなければ相なりません。その点断じをいたしておる次第で。越前殿、何度言わすのだ。左右の家臣は我が藩中にはおらん。しかとさようでございますか。くどい。それを受けたまわって安心。いかに名刀とは申し、刀二振りと75,000石とお取り替えになるほどご盛況ではないと思いましたが。これにて上様もご満足。ご府内を荒らし割りまするぐらいのと、丹下左源なる者一介の素浪人と判明いたしました。この上は何の容赦もなく即刻処断に取り掛からせまするでございます。お帰り。存じおらん。殿、無礼者。はあ、要は我が藩中にそちのような家臣を持った覚えはない。家紋立て。はあ、殿。はあ、さりさり。殿、いいさり。いる、どうだ。何の不況だ、何の不況だ。ええ、大丈夫だ。殿、何が手の不況でございます。殿、お待ちくださいませ。殿、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 伝えてきた信用の物語に久しぶりに左右は会う。嬉しいのだ。それのに何けだらの連れてかけるのだ。何とのくらいで教えてはならんのだ。殿、殿、いるぞ。左右の、左右の、左右の、
とやら申す狂人には奉行大岡越前が逮捕の礼をはしたく聞こえんだぞ。その上ならばお許しくださるまし、血を求めて山の子の検問に呪われましたが、血に狂った左膳の不覚でござりました。命が惜しくば早々江戸を退散いたせ。きれいに腕の侍だ。ひょっとすると同じでかもしれんぞ。へえ。左膳めもうそろそろ現れる頃だが。へえ、おっとっとっと、待った待った。はい。殿にはお待ちかねじゃ。急げ。
月沼健一でもよ。今となっては余はそちたちを頼みとするぞ。そちらの手で左膳を探し出せ。もしも左膳が大岡越前の手に召し取られることあっては、この相場藩7万5千石は家断絶とはになるのじゃ。左膳を切れ、そして剣を取ってくれ。この通りだ。殿、我ら月の間の剣士一同必ず左膳を探し出し、剣を殿の御前に。よく言った。嬉しいぞ。頼む、頼む、頼むぞ。はあ、金に糸目はつけぬ。大岡越前に一泡吹かさねば。本当でしょう。このままでは引き下がれんのじゃ。よいか。はあ、ご機嫌だね。おかえりなさい。いや、おかえりなさいませ。いや、今入った。先生、左膳の行方は？御府内に潜んでいることだけは確かめたらしい。江桜、焦ってはならんぞ。どうしても、どうしてもこの周りが捨ておけません。この金輪が必ず左膳を。いえ、栄三郎が必ず左膳を探し出します。先生。ならどうじゃ、その刀はわしに預けんか。苦しかろう、無理もない。津屋殿という心の拠り所を失った申しじゃ。その妖刀金龍に取りつかれもしよう。先生。何も言うな。知っている。お主がせめてもの生きがいに剣を求めて泣く金龍を夜がと。栄三郎、今となっては金龍が剣を慕って泣こうとも、もはやお主一人の力ではどうにもならぬことになったのじゃ。今や左膳を求めて片や大岡越前の神の支配か、南町奉行総がかりの探索、かたや剣を求めて7万5千石の相場藩が生死をかけての追求じゃ。相場藩？そうじゃ。門道将。おい、どこへ行くか。鈴川源次郎に当たってみよう。奴なら必ず。よし、行こう。おい、源次郎。おう、俺だ源次郎。俺だ、俺だ。
千之助か。うん。今開ける。はい。お入りくださいませ。旦那様がお待ちかねです。やから驚いた。やからわからん。おい源次郎、サデンのことでお叱りを受けたばかりだというのに、また女を引っ張り込んで。俺が引っ張り込んだんじゃないんだ。ん、女の方から押しかけてきたんだって。バカ言え。飛行なんかにあの女が惚れるわけねえねえか。嘘だと思ったら与吉に聞いてみろ。ん、与吉が一緒に連れてきたんだ。いわば押しかけ女房さ。んだが一つだけ悪い条件があるんだ。俺の手でサゼンの刀を奪い返してくれているんだ。うん、あの剣王か。その暁には俺になびくという。キコ、担がれてるんじゃないのか。おい、としても元々だ。お上への申し訳に、どうせ左膳を切らねばならん俺だ。その上女が手に入れとは一石二鳥というものだ。ふん、やっちこは女に甘いな。おい、恥ずかしい。そうだぞ、津屋殿は。どうしているやら。先生、バカなやつよとお笑いください。栄三郎、あくまでこの建立が求めますままに戦います。いずれになりましょうと。それまでは。源十郎から詳しく聞いた。わしもこれから大いに力になるからな。いや、貴公は見上げた女じゃ。栄三郎を琴乃と共に小野塚の娘に譲ったそうね。ああ、愛すればこそだ。いや、よくもそこまで惚れたもんやな。お出かけですか。
旦那旦那、今頃どこお出かけなんで。旦那、気をつけてくださいよ。この頃また辻斬りが出るんですよ。気をつけてくださいよ。いや、心配はいらん。あの男はの、その辻斬りする奴を辻斬りに出かけたのじゃ。へえ。するてえと、ええ。藩より参った。鈴川殿に御意いたれ。お頼み申す。ああ、左膳の刺客。月の間の禁止殿か。俺の方は御意なんかいたかねえんだ。けれけれ。ああ、いや、鈴川殿。ご貴殿の力を借りたいのじゃ。左膳について。おう。その吉兵衛ならこっちの方も探してるんだ。いるところが分かったら教えてくれ。左膳につきまとっていた、あのお封じ。ああ、それはこっちでも探しとる。時抜かしがあるんだろ。もしや、根流を持っている諏訪飯三郎というのをご存知あるまいか。あいつはな、祖父に切られて大会をして死によった。こら、はい、はい、おっ、そいつは言えねえ。ねえ。つまり、我々は今宵からどうすればよい。左膳が出てみせれば切るのになる。出てくるか分からん。まあ例えば左膳が辻斬りに出るとする。我々に行き合えばよいが、もし町方に先手を打たれた場合、取り方に見捨てられる前に我々が覆面をして左膳を切って剣軍者とも下屋敷に連れ込めばよいのじゃ。うん、相手がちと手ごわいだろう。うまくいっかな。
何年もほうれん影響、何年もほうれん影響。けん、左陣はもう、お主に血を食らわすわけにはいかんのじゃ。何年もほうれん影響。けん、楽な。何妙法蓮華経。そうだ、何妙法蓮華経。そうだよ、わしが悪い。何妙法蓮華経。左陣が悪い。注意者よ、そじ一人が頼りだと。何妙法蓮華経。問答の勝利を立てられ、意欲を主は手に入れたが、図らずもその時、金領と別れ別れ。お主は金領返しということになく、血を求めて泣き苦労さでもこのダムじゃ。そして、そして、あたら無用の失踪をしてのけた。苦しい、おい。そんな花嫁の手を引いて地獄の底へでも行っちまえ。
魂。てめえみたいな弱虫は、大藤を、ねぎれだったんだぞ。75,000石の殿様、なんで怖いんだ。75,000石は何だい。騙されて、泣かされて。そのおめえ、そんな方が、きっとよ。お藤は死んだって、そんな方に負けて、吉がにはならないよ。笑わせるな。悔しかったら、その方に勝ってみよう。お前をいじめるなら、あたいを切るよ。ね、いいんだよ。それが苦しいと泣くような弱い男に惚れちまったお藤なんか、いいんだ。死んじまったっていいんだよ。もうお前が惚れた道場のお嬢さんだって、お前が切られてやるなんて言ったって、おかしくって恥ずかしがって、キチガイじゃ切れしないんだよ。さあ切っとくれ。何秒法蓮華経、何秒法蓮華経。
殿のご憂慮は事実となって現れてまいりました。剣雲建立を手に入れん者と月の輪の剣士ども躍起になっております。とうとう動き出したか。ことここに至らすまいとしたのじゃが、相場公の申しを救いがたきものかと考えられます。それに近頃夜ごと月の輪の剣士が斬られておりますが、犯人はどうやら。待て。ほほ、大剣。なんだ、何かあったのかい。でもまあ、そちらでとっくに承知のことらしい。帰ろうかな。まあいいじゃないか。まあ茶でも飲んでいけ。酒ならば飲みたい。いや、先よりもお前茶かもしれんぞ。弥生。はい。出ておいで。大輝。お主は浦塚道場の娘を知っとるやつ。おお、弥生殿。
左膳の居所さえお知らせ願えれば千両、千両ですぞ。いや、金銭の問題じゃござら。お通夜殿のために我々は。よろしくお願い申す。あ、ごめん。お通夜。お通夜。俺が何とでもして、泣いてくれるな。わしはつらい。殿の言うことなどあまり信用なりませんぞ。ちょっと兄さん、兄さんが帰っています。兄さん、兄さん、落ちて、兄さんが、よし、おい、おい、おい、ゲジ、あいつまた金にするつもりだぞ、おい。そちは金龍の居所を知ってんのか。ええ、知ってますよ。よし、言え、どうだ。お教えすれば一体いくらになるんです。妹と足とは立場が違うんでね。へえ。悪い酒はございませんが。おやじ、酒だ。Here's a problem.
栄三郎。よく聞けよ栄三郎。お前が夜ごとに相場藩士を切っていることはすでに大岡越前は知っているのだぞ。小野塚の弥生殿は越前の屋敷にいたぞ。おいおい栄三郎、もうしばらく待たないといけません。丹下の女がいやん、よし、よしろ。いや、行けない、行けない。あの女、タンズ持ってやる。もしも立たれた日には入手しますよ。行けない、行けない、行けない。行けないったら、行けないったら。いいか、津屋殿はわしが必ず連れてくる。それまで待っておれ。いいか。おい、皆の衆。船の衆、ちょいと出てくれ。あ、すまんすまん。実はあの、わしが帰ってくるまであの男を今夜だけ外へ出しちゃならんぞ。ちょいと言ってくれ、ちょいと言ってくれ。実はあの、わしはこれからあの男の花嫁を迎えに行くんじゃ。花嫁、そうかよ。ここで式を挙げるんじゃ。式はめでたいことじゃ。さんさんことじゃよ。ああ、ちょいと言ってくれ。とこそんいよ。
Come on!
私に殺された。三郎様、こんなお姿にしましたわ。弥生です。弥生の罪でござります。これにてしばしの間弥生をお許しくださります。おつや様のことは必ずこの弥生が。どうしたのじゃ最高おつや殿。
帰りなさい。申し上げます。ただいま丹下左伝なる者、剣を持って月の輪剣士に持ち去られたる建立を求めて単身相模藩下屋敷に乗り込むと申し、我々に手向かいはいたしませぬが、とどめるは拒んで許しませぬ。いかが取り計らいますれば。うん、よかろう。大佐、は左伝に道を開けてやれ。お奉行様のご神社の道を開け、道を開け。その方か。さよう。愛は門戸の庄の家臣丹下左伝と申す極悪人にござります。主君門戸の庄の成敗を受けに参りました。潔し行け左伝。おじひ片付けのおこだ。門を開けろ。丹下左伝御所望の天文丸を持ってまいった。門を開け、門を開けろ。お開け。そのまで来られなくなりました。何されるのか。よし、大丈夫。開けるか。開けて口を物のされもなでっきゃ大変せりましてんのだ。されを天文と共にお開けしてるようなつもりか。戻らせろ。開けろ。もう開け。おお、わざるじゃ。おのれ不忠者、さて門戸の庄が自ら成敗する。参れ。このまま訓練に来るんだが、天文は売る量だ。おのずか道場の娘に返してるのだ。天狗よ、今から七万五千石の地を存分に食らわしてやるぞ。Thank you.
Ha ha ha!